街の明かりがとても綺麗ね、横浜ブルーライト横浜。どうも石田由美です。この番組はあなた持ち味、マサル持ち味、落ち着かない世の中に元気と笑顔をお届けする情報バラエティ番組です。今日どうしちゃったんですか。この照明っつうのは厚やかに当てるんですよ。はい、後ろに置き換えますもんね。はい、そうそう、さすがね、はい、大スターだなと思って、そこに気づくなんて。いやいや、もうどうも、流れ星です。素晴らしい。はい、今回はね、はい、その照明、ライトが主役の回にしようかなと思ってまして。はい、はい、ライト回？そういうことです。ああ、果てしない。あ、これ大都会だ。こんにちは。こんにちは。しらしらしいですね。こんにちは。東中ケーブルシステムの奥山と申します。よろしくお願いします。お願いします。ワンリンクス株式会社の伊藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。奥山さん、伊藤さん、よろしくお願いします。お願いします。今回はね、はい、狭山ケーブルテレビでも、はい、ちょっとね、最新のライトの購入を検討していまして。予算組。はい、そうですね。来期になっちゃうんですけど。来期、はい、で、いつもほら、はい、ライトを当てられている、はい、マサルさんに、はい、ちょっとライトをね、選んでいただこうと思いまして。来期のライトを。そういうことで、全然うまいこと書いてないですけどね。はい、そんな企画なのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。伊藤忠ケーブルシステムランライトプレゼンツ、徹底検証、最新のライトを探せ。さあ、まずは奥山さん、はい、撮影用のライトにはどのようなものがあるんでしょうか。はい、今日は主に3種類紹介させていただくと思います。はいはい、1つはパネルライトという、はい、板みたいになってて大きいライト、はい、便利なやつですよね。で、もう一つは皆さんよくご存知のスポットライトというものですね。はいはい、これはいいですね。そうです。バシッと被写体を、はい、バスッと照らせるものになってます。はい、で、もう一個はあんまり聞きなじみのないもので、はいはい、チューブライトという。チューブライト、はい、シーズンインザサンタことですか。かもしれないですね。あららららスター。ありがとうございます。はい、はいはい、で、そのチューブライトっていうのは、はい、こういうパネルライトとか、はい、スポットライトとかがなかなか使えないところで、はい、ちょっと野外に持ち出して使ったり、はいはいはい、屋内で影ができちゃうところにひっそり置いたりとかして使うようなライトになっております。はい、ちなみにうちにはないライトですね。そうですね、はい、もう早く僕の衣装に当ててほしいなと思ってるんですけれども。うずうずしちゃってますね。もううずうず系なんですけれども、はい、おすすめのメーカーがあると聞いたんですけれども、はい、そうなんです。はい、まあ、ちょっとさっきから気になってると思うんですけど、はい、僕手に持ってる超小型のスポットライト、はい、あ、これライトなんですね。そうなんです。カメラかと思いました。いや、スポットライトなんです。はい、ここにちょっと注目してほしいんですけど、はい、こちら、はい、弊社で取り扱っている、はい、ナンライトという中国のメーカーの照明になっております。はいはい、じゃあ伊藤さんの方から、はい、実際に照明どういった種類の光が出るのかっていうのを、はい、ちょっと紹介させていただければと思います。はい、じゃありがとうございます。そしたらこれ受け取ります。はい、ちょっと簡単に照明のライトどういう種類があるかというところを説明させていただければと思うんですけれども、はい、実際にちょっと光つけてみます。はい、まあ、こういうような形で、まあ、本当に撮影用ライトって基本的にやっぱ太陽光を擬似的に再現するために使うようなものになるので、はい、まあ、こういった、まあ、本当に昼間の太陽の光っていうような、まあ、これ色温度とかっていう形で色が変わるんですよ実際に。はい、で、今これがだいたい昼間の太陽の明るい、はい、うん、まあ、色味なんですけども、はい、こういうような形で色温度を下げることによって変わりますね。夕方みたいな形のシチュエーションのライトにしたりとか、はい、まあ、こういった形で色温度を変えられるライト、はい、それとあとこういった色温度を変えれるライトだけじゃなくてフルカラーライトっていう形で、はい、フルカラーライト、はい、もうレッド、グリーン、ブルー、RGB っていう形で本当にいろいろなレインボーなカラーの演出ができる。もう本当に人に当てるには持ってこいのライトもあったりするんで、はい、RGB カラーですか。そうです。うわー、楽しみ。これはちょっと今回お持ちしてるんで、ぜひマサルさんに当ててみましょう。RGB を照明好きなんですよ。はい、カブトムシじゃないんだから。いや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 、なんつーそんな例えですかそれは。これ気になったんですけど、はい、これバッテリーで
いけちゃうんですか。そうなんですよ。これ小型のモデル限定にはなっちゃうんですけども、こういった N バッテリー、はい、まあ、各社から出てるようなバッテリーになるんですけども、はい、こういったバッテリーをつけることによってコンセントから給電しなくても、はい、まあ、外でも使えちゃうっていう形で、しかも今手持ちでできてるんで、うん、本当にすぐに電源ないところでもバッテリーさえあれば照明が使えちゃ う。重さってちょっと松田さん持たせてもらいます、はい、重さってどんなもんなんですか。実際でも実際に持っていただいて、うわー、そんなことないですかね。すごい持ちやすいですね。本当に1時間2時間の撮影とかであれば全然手持ちでいけちゃうような形なので。うん、素晴らしい、はい、いいですね。あー、怖い、怖い。しかしずっと使っていると熱を持ったりしないんですか。ね、熱は持たないんですよ。それが LED の特徴でして、長時間使っていても灯体が熱くならないので本当に安全に使うことができます。素晴らしいね。もう安心安全で使えますよ。レアなも出ないですか。熱なんじゃないですか。一般の人に売ってないですか。はい、便利ですね。で今回何種類かライト持ってきてるんで、はい、実際にマサルさんに当てて違いを確かめきましょう。楽しみです。ここからは伊藤さんに最新のライトをプレゼンしてもらいます。揃いました。揃いましたね。揃いましては、いやいやいや、願いましたよみたいな。さあこちらもういきなりすごいじゃないですか。そうなんですよ、はい、これ1ヶ月前に新しく発売したばっかりなんですけど、最近じゃないですか。最近です、はい、まだ出来たて、出来たてじゃない、発売したてほやほや。すごいすごい。パネルライトっていう、はい、先ほど奥山さんからも紹介あったと思うんですけども、はい、こういった板状のライト、はい、で一応このモデルが名前で言うとパボスリム 120C っていうモデルになるんですけど、パボスリム、はい。はい、まあ、こういうパネルライトってやっぱり場所を取らないところで、はい、特徴だったりするので、はい、こういったスリムっていう名前が入ってたりするってところも特徴ですね。これ薄さってどれくらいなんですか。薄さがもう厚さとしてはもう1センチぐらいなので、あ、畳むと1センチ、この1センチ、これ1センチ、まあ、これもパワースリムというスリムの特徴の一つでもあるんですけど、1センチ1センチすごく咀嚼するといいんですけど、はい、もう大丈夫です。これ1センチ、1センチ、すごい、いや、すごいすごい。まあ、こういったソフトボックスって呼ばれる光を柔らかくして拡散させるっていうアクセサリーが一緒についてるんですけども、まあそれをついてる状態でもここまで畳んでコンパクトで使うときは剥がして広げるだけっていう形で、結構テレビ関係の方でもロケ先とかでやっぱり準備するのに時間かかるのってやっぱ良くないじゃないですか。そうですね。コンパクトね。そうなんですよ。ね、はい、うちで見たことないですね。こういった買いましょう。買いたいですね。買いましょう。新しく出てるんで。はい。あとどういった特徴がありますか。はい、で一応こちらが 120C って、はい、C ってついてるのが、C、カラーっていう C なんですよ。今実際につけてるんですけど。すごいすごい。すごい。じゃ今ライトとか。すごい。すごい。マサさん、はい、当たりたいでしょ、もう、はい、ちょっとなんか波が、はい、あそこに波ってるので、はいはい、ちょっとあそこもういいんですか、入ってもらって大丈夫です。もう実際に当てちゃいます。当てちゃいます、当てちゃいましょう。はい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 、あ、綺麗。バッチンのこれはすごい、はい、でも綺麗ね、横浜ブルーライト横浜。3種類あるんですけども、はいはいはい、一応これが2番目に紹介したスポットライト、スポットライト、まあ、これが一番ベーシックなライトっていう形になると思うんですけども、はい、なぜ3種類あるかっていうとシリーズがあるんですよ、はいはい、まあ小竹梅っていう形が分かりやすいと思うんですけども、基本的にまあライトなので光りますと、はい、それに加えてやっぱりこういうのって現場によって使う機能があったりするんですよね、はい、それがまあ一番この FS シリーズっていうのが一番廉価版、今度 B ってついてるんですよ。 B 来ましたよ、はい、B 来ますね。これは下にも書いてあるんですけど、バイカラーっていう形で、何だそれ、何だそれ、何でしょうか、バイカラー、開いたかった。ちょっと見ていただけると分かると思うんですけど、はいはい、さっきもちょっと冒頭に説明したと思うんですけど、ほら、当たっちゃった方がいいかな。当たっちゃった方がいいかな、ほら、当たりに行きましょう。バイカラー、うわ、いいですね、いいですね、バイカラー、すごいすごい、すごいバイカラー、キラキラ、これ独票さんがすげーって、キラキラですよ、バイカラー。やっぱね、スポットライトの光全然違います。バイカラー、バイカラー、すごい、いや、すごい。で、なぜバイカラーかっていうところが今見ていただけると分かるんですけど、だんだんと色が、
あ、うわ、色温度変えられるんです。これバイカラーじゃないですか。この色温度が変えられるっていうのがバイカラー。うわ、あ、そういう意味になるんですか。はい、バイカラー意味になってます。そうなんだ。バイカラーでもあり、バイカラーでもありますから。あら、座布団差し上げてください。先ほどこの数字の後ろの B はバイカラーの B って言ったんですけど、はい、数字にも意味がありまして、はい、さっき300だったんですけど、はい、今度500、はい、単純にモデルが違うから500ってなるってるんじゃなくて、はい、出力なんですよこれが。あ、そういうことなんですね。500を、はい、言っちゃってんですか。そうなんですよ。500なんでしょう。500なんだと思います。500デシベル。それは音です。あ、音ですね。はい、500B ですもんね。はい、でこの500っていうのが500ワット相当、すごいね、だと思いました。はい、まあ、先ほど300だったんで500ない、単純に明るいです、はい、先ほどのモデルよりも。 FS シリーズと FC シリーズの違いとしては、はい、バッテリーがを使うことによってバッテリー駆動ができるようになるんです、はい、なるほど、はい、便利。これバッテリーいけるんだ、うん、ただ1点別途でアクセサリーを買わないといけないんですよ、はい、ああそうです、はい、込みではないんですね、はい、アクセサリーが最初から、はい、ちなみにバッテリーは V マウント。そうです、 V マウントバッテリーで使うことできるので、先ほどは逆にバッテリー駆動ができないんで、はい、コンセントから電源取って、じゃあもう、まあ、それこそ外とかでもね、うん、そうなんですよ、使えたりとか、はい、あともう1点違いとしては、うん、はい、DMX っていうコントロールができるので、はい、DMX、はい、なんでしょう、難しいことは。これはなかなか知られてる方、知ってる方は少ないとは思うんですけども、それを勉強しに来たんですよ。DMX を、こういう DMX コントロールをすることによって、はい、1つのタク、そういった光をコントロールできるタクがあるんですよ、はいはい、それで一括でコントロールできるっていうのが DMX。 ちなみに学ぶ DMX で何の略だか分かります？どこでもう X ジャパン。どこでもうの M はもう、どこでもう X ジャパンみたいなコンサートの表現ができる。おそうですね、まあ、なんか遠から近からができる。すごいですよ、さっきよりも明るいんですよね。はるかに明るいですね、肌飛んじゃってますもんね。すごいわ。これが500の力。 CM 狙ってますね。これが500の力。こちらがフォルツァシリーズっていう、さっきまではアルファベット2文字だったんですけど、はい、一応数字自体は 500B なので、はい、同じ出力なんですよ、はい、ただ2っていう形で、これがマーク2なんですよ。でここもちょっとマニアックな機能なんですけども、まあ、バイカラーだと色温度が、はい、こういう形で下げられますよと。さらにこのフォルツァシリーズのマーク2の特徴として GM っていう、はい、GM 難しい、何でしょうね、 GM グリーンマゼンダと聞くと、もしかしたら聞き覚えがあるかもしれないんですけども、グループメール。はい、これも DMX いけるんですか。これももちろんいけます。覚えましたね。一括の時代ですからさすがです。はい、で先ほどバッテリー駆動できるけど、はい、アクセサリーが必要ですよって FC シリーズでは言ったんですけども、うんうんうん、こちらだともうこのコントローラーにマウントがついているので、はい、そのまま V マウントバッテリーがあれば、はい、一応持っていますので、はい、じゃあ共同作業ですか。したら電源切っちゃって、はい、でもう本当上から、上からこのままガシャン、こういうことですか。そうです、あそう、はい、でガシャン、はい、これでもうはまってます。うわ、なのでこの V マウントバッテリーをつけることによって、はい、このコンセントからのケーブルがいらないと。うわ、そうですね、この状態で使えるので実際につけてみますか。どうつくんですか。ライセンスなくてもいけるんですか。大丈夫です。ノーライセンスね。ノーライセンスで。やっちゃいましょう。そうだね、気合い入れてね。これです。いくかな、いくかな、いくかな、いくかな。違う、そこじゃないです。ですおお、本当につきました。便利だ、素晴らしい、うん、はい、すっごい、もう2って感じ、2で、さっきのフォルツシリーズの説明のところであったグリーンとマゼンダの調整ができるっていうので、はい、今ちょっと変えてみます、うん、色味が変わるのでグリーンマゼンダの調整、はい、これ今マゼンダの方に、うわ、うわ、いいマゼンダですね。これはね、当てられてる方がよくわかります、はい、すごい、マゼンダマゼンダしちゃって今度は逆にグリーンの方に、はい、こっちの方がもしかしたら分かりやすいかもしれないです。あ、うーん、
グリーングリーン。本当だ。グリーングリーン。当然これじゃああれです、無段階で中間も選べるわけですね、はい、一応プラスマイナス80ずつ調整できるので、うん、まあ、本当に撮影の状況に合わせてこの微妙な色味の調整ができるっていうのが特徴になってます。素晴らしい。最後に紹介するのがチューブライト、はいはい、先ほどパボスリムってあったんですけど、はい、これも同じパボシリーズでパボチューブっていう。これがパボシリーズなんですか？もしかしたら最近だとミュージックビデオとかで使われていることが多くて見たことあるかもしれないです。本当に画角の中にこのチューブライトが、はい、見せライトとして10本ぐらい立って並んでて映えるように。そうです。まさるさん個人で買って自分のプロモーションビデオの撮影に使ってみるね。いやなんかいいと思いますね。そんなに出さないですから曲も、ね、バタ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 出さないですから。そうか、そうか、はい、まあ、実際にちょっとつけてみます、うん、はい、パボシリーズ。おお、まあ、もうこの光を見るだけでなんとなくもうミュージックビデオのイメージが湧いてくると思うんですけど、アイドル？そうですね。モードとしてはこういったもう蛍光灯みたいなことも、はい、光モードもありますし、現場ライトとしても使えるですね、はい、くらいのことね、まあ、こういった一色のライトも、ね、イメージカラーでございます。まあ、こういったエフェクトなどもできちゃいます。これまだまだ好きなんですよ。これまだまだはいはいはい、すごい今回いろいろ持ってるな、やっぱり。でもね、ライトが2本あったらね、うん、ずっとやってられますよ、これ。すごいすごい、アニマル、アニマル。いや、いい具合に反射してますけど、はい、マサレさん。やっぱ、こんなだけ照明を集めていただいたら、もう久しぶりに被りましたよ。そうですよね、はい、ちなみに、ありました、この中でお気に入りと言いますか、はい、いや全部ですね。ですよね、はい、詳しくはカタログを送っていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、さあ2人からお知らせございましたらお願いします。はい、ちょっとあの、はい、最初の方に会社の説明忘れてました、はい、今が大事です。そうなんです。急に伊藤忠ケーブルと言われても、はい、あの弊社は伊藤忠ケーブルシステムと言いまして、はい、普段はあの B2B と呼ばれる法人の会社と法人の会社でのやり取りをしております、はいはい、でもう映像にまつわる全般的なところを弊社で承ってます、はい、こういった照明であったりとか、今手に持ってるカメラ、はい、うちもお世話になっております。はい、であったりとか、そこからもう映像を送り出す喪失のシステムまで、うん、はい、全部全般のソリューションを取り扱っております。全てやってるわけですね、はい、なかなか見かける機会ないと思いますが、はい、お見知りおきください。ぜひ会社の皆さんよろしくお願いします。ただまあ岡田さん仙台にいてしまうってことなんですね。仙台でもね、いろんな会社ございますから、ぜひ YouTube で見てる方はぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、そして伊藤さんからお知らせございましたらお願いします、はい、弊社バンディングス株式会社っていうんですけども、はい、こういったナンライト、ナンライトジャパンっていう形で公式ページであったりとか、はい、公式 X、はい、公式 YouTube、はい、Instagram あるので、ぜひ、はい、視聴されてる方チェックしてみてください、はい、はい、よろしく、ナンライトとお問い合わせください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは恒例の俳句で締めくくります。映えライト今後のために買わないと。マサルのご機嫌チャージ、また次回。ライトはいいよな。ライトとライトをかけたことですね。そうです。やめてください、そういう。